詳しくこの3つの使い分けについて聞いてみたいと思います。スクワッチは、何かをじっくり見る。ただこの3つの違いが一気に抑えられる例文とかないんですか？ある。映画を見るっていう表現を See a movie、 Watch a movie、 この2つを習う。 See a movie みたいなことですか？ See に使える場合はですね、Hello and welcome。 はい、皆さんこんにちは、大牛とカエルです。はい、というわけで今回もですね、ネイティブに聞く似た表現の使い分け講座ということで、カエラは先生としてね、いろいろ気になることを聞いていきたいと思います。で、前回のテーマはですね、言うの表現ですね、say、tell、speak と、この4つについて詳しく扱ったので、ぜひね、見てない方は概要欄からぜひ見てほしいんですけれども、今回じゃあ一体何を扱うかというと、見るという動詞について扱います。最初にね、中学校とかで僕たちが習う動詞って3つあるんですよ、1つ目が see で、2つ目が lookで、三つ目が watch ですね、この see, look, watch、 最初習うんだけど、なんかなんとなく違い分かる気もするんだけど、なんかはっきり説明しろって言われると分かんないみたいな、ところが多分大きいと思うので、今回はね、詳しくこの三つの使い分けについて聞いていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。お願いします。まずじゃあ簡単に see と look と watch、 それぞれのイメージの違いを教えてもらってもいいですか？いいよ、じゃあまずは see からいくと、目に入るもの、特にこう意識してわざと何か見るんじゃなくて、目に入るもの、自然とこう目に入ってくるもの、説明がよくされる、そういう感じでいいのかな？そう、なるほど。例えばもうバルコニーから街並みを見て、まあ見えるもの、 see the clouds とか、ああなるほどね、こう雲が見えるとか、See the trees とか、木が見えるとかね。そう、木々が見える。勝手にこう自分が意識しなくても目に入ってくるものは See で扱う。See で言うってことだね。で、Look は、こう See と違って、こう勝手に目に入るものじゃなくて、こうわざと何かを見る。そこにこう目をやる。そう。こうバルコニーから見て、もう木とか雲を勝手に見るんじゃなくて、こうわざとあの木を見るとか。Look at the tree。なるほど。Look at the clouds とか。意識的に見てっていう時にルックを使うっていうふうに覚えてくればいいかな。そう。で、最後は watch。watch、はい。watch はこう何かをなんかじっくり見る。じっくり見る。ただ雲を見るじゃなくて、ちゃんとその雲をよく見て、なるほど。何の形しているかな。どんな形に変わるとか。はい。なんかちゃんとそういうのを意識しながら見る。じっくり見る。じっくり見る。見るみたいな感じのイメージかな。まあ今のでね、3つの違い大まかに分かったと思うんですけど、なんかこの3つの違いが一気に抑えられる例文とかないんですか？まああるよ。あ、ある。今適当に作るけど。そうなんですね、分かりました。今適当に作っていただけると。OK。ということで、大丈夫ですか、それ。いいよ。はい。Look over there. Look over there. はい。Watch that tree. はい、watch that tree. その木を見てと。What do you see? なるほど。なるほど。何が見えますかと。ああ、なるほどね。まずは、look over there。だから、まず目線をこう向けさせるわけね。そこの、向こう側の方に向けさせて、watch that tree。その木がそこにあるから、じっくり目をそこに向けて見てください。その木を見てくださいと。で、最後は、What do you see? この木を見た結果、何が自然に見えますかと。いうふうに聞いてるわけですね。そう。だからな。ジーニアス。素晴らしいです。なるほど。今のすごいいいね。すごくわかりやすいので、今の感じでね、この3つの違い、押さえてもらえるといいかもしれないですね。はい。というわけで、ここまでで、この3つの基本的な使い分けは分かったと思うんですけれども、次話したいのはですね、映画を見るっていう表現についてなんですね。まあ、僕たち日本人はよく映画を見るっていう表現を、see a movie と、watch a movie。この2つを習うんですね。で、この二つの動詞、どっちを使うかで、まあ、意味が変わってくるよっていうふうに習うんですけど、ちょっとその意味の違いっていうのは、今言わないので、彼らにどういうふうに思うのかっていうのを、強いて言うならこういう違いがあるみたいなのあります？この二つ。意味だったら、まあ、ほぼ一緒だけど、まあ、ウォッチの方が、内容に意識して見るっていう。ああ、その映画の内容ってこと？そう、映画の内容とか、その話とかなんか言われてることとか、ちゃんと意識して見る。ウォッチの方がじっくり見てんだ、やっぱり。そう。
で C だったら、まあ、まあ見るだけ。なるほど。あの意識してるかどうかそういうのも関係なくて、うん、見たとか、うん、見たことあるとか、うん、なるほど。シンプルに見たっていうだけってことね。そう。じゃあそんな感じの違いかな。うん、そうだね。個人的な感覚では、うん、なるほど。これね、日本でどういう風になろうかっていうと、C とウォッチで変わることは場所が違うよってなるわけ。あ、場所、場所、そう。 C だと映画館で見るよっていう風になるんですよ。で Watch だと映画館じゃなくて基本的には家とか家のテレビとかね、携帯とか、だからその家で見るみたいな感じで習うんですけど、これどうですか？確かにそれもあるね、うん、ある。うん、うん、これからの話だと、はい、これから映画見に行かないっていう誘いがあって、はいはいはい、うん、Let's go see a movie、うんうんうん、って言われたら、うん、あ、まあ確かに映画館行くんじゃないかなっていう、うんうんうん、まあ勝手に想像しちゃうよね、うん、Go see はセットで使うから、うん、ああなるほどね。そう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 、うん、Go and see とか、うん、で Watch だと確かにもう家でテレビとか、うん、Let's watch a movie in bed、うん、なるほど。 Let's see a movie in bed は言えないね。なるほど。 Let's watch a movie in bed。 そうだね。だったら今のルールは結構正しいと思っていいのかな。そうだね、これからの話だと、うん、そう、いいと思う。なるほど。ソファに触って、Let's see a movie は言えないね、うん、Let's watch a movie。 ああ、なるほどね、うん、だけど、うん、例外はあると思うんですよ。そうじゃないパターンもあると、うん、格好形になると、うん、ちょっとそのルールが緩くなると思う。どういう感じ？例えば、うん、I saw that movie on Netflix。 なるほど、Netflix でそれを見たよと。そう、うん、は全然言える。なるほど。ただ、うん、それ言われたらこうちょっと曖昧になっちゃう。ちゃんとその映画を見たとか、うん、そのネットフリックスの中でその映画のタイトルとか、うんうん、あれだけを見たとか予告編みたいな。そう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 、うん、どちらのかちょっと曖昧になっちゃうんだけど、うん、まあ、I saw that movie on Netflix、うん、It was funny、うん、とかだったらもうちゃんと見た、うん、それ多分中身まで全部見たんだろう。そうそうそう、映画自体見たんだろう。なるほどね、そういう違いがあるんだ。そうそうそう。あと映画館見に行ったんだけど昨日、うんうん、でも I watched that movie yesterday。 なるほど。は言える。どこで見たかはもう関係なくなっちゃうから。なるほど。じゃあさっきの一番最初に僕が言った、まあ、一般的なルールっていうのはこれからの話には適用できるけど過去の話にはちょっと曖昧になるってことだね、うん、であともう一つね。もう一つ、もう一つ、うんうん、もうこれからの映画見に行く、うん、もう過去で見た、うん、そうだね、今、うん、今映画を見てるなら、うん、C は使えない。じゃあ I'm seeing、 I'm seeing a movie、 うん、では言えない。なるほど。 I'm watching a movie、うん、まあ、確かに。なんでだろうね。 I'm seeing a movie、 まあ C はね勝手に目に入っちゃうものだよね、うん、でも今見てるなら、うん、ちゃんと見てるよね。なるほど。なので I'm watching、 今じっくり見てる。なるほど、まあ、そういう感覚の違いだと思っておけばいいね。そうそうそう。まあ普通に C っていうのはあんまりなんか現在進行形、うん、B 動詞プラス ING で今しているっていう意味でなんかそういう形にしないとは習うんだけど、そうだね、一応ね状態動詞だから現在進行形にしないみたいなよく習ったりするんだけど、うんうん、そういう感じのルールっていうよりか今の彼らの感覚でみんなに覚えてもらった方がいいかなと思いますね。あ、でも seeing 使える場合はあると思う。あ、 B 動詞プラス ING の、うん、B seeing、うんうん、例えばこれ今日の予定、うん、What are you doing tonight? I'm seeing a movie。 なるほど。要は現在進行形の形で未来の予定を表す場合だね、うん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 、そういうパターンの場合だったら要は今見てるって感じじゃないから、そうこれから見るという今夜見るっていう感じだったら未来の予定としてだったら現在進行形が使えるってことだね、うん、はい。というわけでここまででとりあえず映画のお話はできたと思うので、うん、次はまあ映画から一回離れて、まあ僕たち見るって言ったらね、基本的にはなんか携帯で最近ね、スマホとかで動画見ることが多いじゃないですか。うんうん、そのスマホとかで、例えばじゃあ動画を見るっていう時っていうのは、どの動詞を使えばいいですか？どのぐらいの動画なのかな？どのぐらいの動画って？どのぐらいの長さとか、うん、内容は？内容か。じゃあ YouTuber のなんか、10分ぐらいのトークの動画を見るとかだったら？あ、それはウォッチだね。それはウォッチ。ウォッチですとか。うん、全部見てほしい？うん。そうだね、基本的には。全部見てほしければとか、うん、もうこの維持病とか、なんかこの話を全部見てほしいなら、うん、watch です。ああ、しっかり全部見てほしいだったら watch なわけね。そうそう。じゃあ look は？ look は、さらっと見えるやつ。うん、例えば、猫が転がんだりとか。なるほど。その動画だと。はいはいはい。look at this。かわいい。かわいいでしょ。別に全部見なくてもいいし、うん、意識して見る必要ないんだけど、うん、ちょっとかわいいでしょ、この猫、みたいな感じ。うん、ちょっと見て、ちょっと見て、ぐらいな感じで。そうそうそう、そう、うん。look at this。はいはいはい。なるほどね。だからあれだよね、この5分のムービーちゃんと見て、あ、感想を述べなさいとかだったら、
あ、それはお家だね。お家だね。でもあとなんかこの意見とかこの人が言ってることをちょっと気に入ってるから、うん、俺ウォッチしてねとか。なるほどね。でこれは、まあくまで動画の話であって、うん、まあ、例えば画像とかだったら、あ、ルックでいいよね。ルック。うん。画像ちょっと見てだったらルックでいいし、なんかそのスマホの中の文字とかも、そうだね、ルックでいいよね。ルックか。ルックあったらパスイージとか。ああ、そうそうそう。そんな感じでいいわけだよね。なんか文章とか写真とかだったら、まあ普通ルックとか使ってくれればいいかなっていう感じのイメージだよね。はい、というわけで、まあここまでね、見るの動詞の3つの使い分けやってきたわけですけど、彼らどうだった今回は。面白かった。面白かった。うん。うん、その see と watch、うん。場所で分かれてるっていうか。ああ、映画を見るのところね。そうそうそう。うん、そこはもう意識して使ってないから。うん、まあ、そうだよね。そんなに考えてなかった。うん、初めてだったんだ、これ。そう。なるほど。そう。じゃあネイティブも発見があったと。そういうことですね。というわけで、今回の動画は以上になります。この動画の内容がね、皆さんのお役に立てていたら嬉しいです。また別の動画でお会いしましょう。See you next time! Bye! A 音楽Actually, what time did you wake up this morning?